これです。この前山に行った時に、結局、時間があるやることがないと自分は音楽を、まあ、皆さん本を読んだりするんですけど聞くことが一番良かったので買いました。自分のイヤホンは全部ここです。かっこいいんですよ。なかなか、ね、日本製でこれがめっちゃいい音ですね。で、あとさらにこれは韓国のハイレゾです。初めてのハイレゾ、これですね。コーネリアスとしてすごくかっこいい楽曲がありました。これですね。めっちゃすごくハイレゾがいいです。まあそんな感じで、これだとバッテリーがめちゃ持つんですよねと言われてます。100時間で、ちっちゃいし軽い、やっぱりこれですね。あと先日の紹介した小さい本当に移動用の時、これはテントとかでゆっくりとで移動用の時の小さいイヤホン、音楽プレイヤーですね。このセットはもうめっちゃすごいです。このセット。でもこれ3000円ぐらいですけど、めっちゃめちゃコスパがいいんですよね。だから移動の時はこれと、この小さなミュージックプレイヤーを。はい。と思ってます。先日買ったのはこっちですね。Amazon で。すごく評価が高くて。3000円ぐらいで、12GB なんだっけな、8GB か、まあ、64GB まで対応する、めっちゃ軽くていいんですよね。これ移動の時はこうやって、まあ、ちょっと安っぽいんですけど、まあ普通に聞けます。まあビデオとかも見れるみたいです。まあ見ないですけど、移動の時はこのセットで、ですね、こっちのセットで、テントとかでずっと待機日はこっちのセット、これはこれでなかなかいい音出しますんで、はい、これも70時間ぐらい持つのかな。シンプルなんでメイドインチャイナですけど、そんな感じです。音楽、山の音楽セットです。移動とか雨とかそういう時、テントの待機日、はい、でした。とにかくこのセットは最強ですね。